ポーター始まりました。マチェチャンネル。さあ、はい、今回は。ヒラです。皆さん、こんにちは。早稲田学塾代表のヒラです。森田先生。はい。本日の動画ではですね、僕が来たということで、早慶入試の英語に関する企画にしたいと本日は思っているんですけれども、早慶入試の英語っていうと、多分皆さん、やはりどうしてもね、長文長文長文ってなると思うんです。はい、はい。なんだけれども、長文にばっかり目がいって、で、文法問題の分野へのアプローチだったりとか準備がおろそかになる方、結構いらっしゃると思うんですね。また何をどこまでやるかっていうのもなかなか判断の分かれる。大学学部によっても全然難易度も違うし、出題形式も違うし、それに早慶だけじゃなくて、滑り止めのマーチ、カンカン、同率まで考えていくと、どのスタイルをやるか、どこまでの難易度でやるかっていうところとかも判断が難しくなってくるわけなんですよね。そういったところに対して今日は、すべてを解決する早慶を目指す人たちへの文法の対策の完全版な動画にしたいと思います。おー、どんなんなんですか、それは。はい。まずですね、皆さん、まあ、早慶英語、早慶英語と言うんですけれども、早慶英語の文法問題って、全体でどのくらい種類があるかってご存知ですか？おー、なるほど。うん、種類、うん、そう、種類があるんですよ。文法っていう分野の中でもね、やっぱり出題形式に種類があるんですよね。うん。で、まあ、早慶の場合、主に、分け方細かくしようと思えばどんどん細かくできちゃうんですけれども、うちでは6種で構成しました。おー、なるほど。はい、全6種類ということですね。はいはいはい、この6種類なんですけど、第一に、はい、まあ、これはもう皆さん一番馴染みがあると思います。択一式ですね。択一式。はい、うん。まあ、ネクステージだったりとかさ、ヴィンテージとかやってると一番多く載ってるやつですよね。短い文があって。そうそうそう、空所があってってやつです。はい、はい、はい。これ、大体の大学は割と4択一式とかがね、通常だし、旧センター試験なんかでもね、4択一式とかだったんですけど、文法問題っていうのは。でも、例えば、慶応の理工とかだと、6択一式とか、ね、うまくね、6択一式、ちょっと言ってみて。6択一くぜっちょ。はい、そうそう、言えないよね。はい、6択一式だったりするんですよね。うん。っていう風な、若干ひねったような形でね、まあ、正答率を落としてきたりもするんですけれども、うん、まあ、この択一式の文法問題スタイル。まあ、ほうね、和製法だって5択ですか。そうです。和製法も5択ですからね。うん。5択ばっかり言ってんじゃねえ。第2に、正誤問題ですね。はい、この正誤問題がね、本当に大学学部によって全く難易度が違うんで、だから自分が受けるところの難易度がどのくらいかって、この難易度っていうのが癖もので、これってもう人の感覚の問題ではあるんで、むずい簡単っていうのは。それこそ森田先生、この間ね、中央法学部の問題をね、ちょっと収録で見てもらいましたけど、はい、俺にとっては簡単だって言ってましたからね。うん、俺にとっては簡単だなんて言って簡単すぎだっつ。あ、そういうことね、はい。もっと上に来てるけどね、それ、はい。大学学部で難易度が全然違ってくるってとこですね。で、早稲田社学なんかは、この撮影をしている段階ではまだ、新しい英語の問題がどうなるかっていうのは発表がないんですけれども、うん、早稲田社学の英語だったり、早稲田人科の英語だったりとかね、はい、で、早稲法も出るし、っていうところもあるんで、ね、あとは慶応、まあ、チカンカン同率ラインでもやっぱりまあ出たり出なかったりっていうのがあったりするので。そうですね、慶応は法学部がね、前は出してたんですけど、どうなるかわかんないですからね、うん。っていうことでございます。さらに、第3番目に、正常問題。正常英作ですね。うん。文法問題で、生徒たちが一番何で落とすかってね、正常英作文が一番苦労してる印象、僕としては。そうですね。うん。正常英作文って、文法の力が一つの問題で、三つも四つも同時に聞かれるんで、だからもう総合的な理解や経験値がないと、正解が叩き出せなかったりするんですよね。で、さらに、結構東京理科大とかね、理系の方だと受けると思うんですけど、早慶目指すような方ってね、もう、長文中での正常英作文大好きだったりするし、早稲田も慶応も基本は長文中か、中ですよね、会話中しか出てこないんで。そうですよね。なんで、正常英作文が出た時に、多分難易度もこれも大学によって結構違ったりするんで、まあ、落としちゃいけない正常英作で落とさないでいられるかっていうのも、これも大事なんですよね。意外とね、こう、うちの生徒とか見てても、長文これだけできてるのに、ここでポロってやっちゃうのみたいなのが生まれやすいのが正常英作文だったりするんで。小学部なんかね、うん、よく落としてますよね。あ、そうです、そうです。うん、なんで、まぁ、ちょっとこのね、正常英作文ね、気をつけて臨んでほしいなということが、まぁ、3点目。はい。で、あとは僕はいつも言ってるの、早稲田慶応の正常英作文はその下までのレベルと全く違う、うん。そもそも別スポーツだって言ってるので、必ず文脈で解いてください。はい。必ず使ってください。じゃない、解けないようにできてるから。もうこれもね、もう、文脈なしで解く問題じゃないんだけど、でも、
例えばですけど、文法問題単体としての正常英作文だと結構指導者に訳に頼りすぎるなって言われるから、うん、結構そこでこう逆転現象が起きるんですよね、長文中で出てきた、ね、和訳がついてるんですね、それで。そう。で、あとほら、長文中で出てくる場合は、どうしても文脈に頼った方が絶対いいわけですよ。だって、文脈の中でいきなり関係ないこと言うわけないんだから、そういうことですよね。だから、有名な構文に頼って解こうとしちゃダメなんで、理工は違いますよ。早稲田の理工は、構文使って解く問題も入ってますから、もう1長文中に何個もあるんで、うん、それでやるんですけど、小とかはそれやっちゃ絶対ダメです。はい、早稲田理工の正常英作文、むずいっすよね。むずいっす。あれはもう、年によっても全然レベルが違う、うんうんうん。その辺も結構ね、しっかり練習していかないといけないやつですよね。次に、語彙問題。これね、みんな苦手っすよ。例えば、文章があって、空所があって、で、そこに入る英単語を書きなさいみたいな問題ですよね。まあ問題によってはアルファベットの最初の1文字だけが書かれてたりとかね。あとは早稲田理工だったらちょっとこうなんかキモい感じで出されたりするわけですけど。っていうふうに、まあ、ああいう当てはまるべき語彙をあなた思いつきなさいみたいな問題。これ結構ね、落とす人多くて、さらにさ、語彙問題に加えて、語形を変化させないといけないやつとかもあるわけですよ。継承の方。そう。で、言葉まで思い浮かんだのに、そっからの語形変化で落としてしまったりってみたいなところもあったりするんで、この語彙問題も練習が必要な問題スタイルの一個かなと思いますね。いかがでしょう？そうですね。まあ、長文中の空所補充なんていうのでも、そういった力が求められる。まあ、早稲田だった文庫をはじめ、うん、いろんなところを出してくるわけですけど、うん、大変なところですよ。本当その通りでございますね。で、さらに、これはちょっとこう文法問題の枠に入れ込んだんですけれども、会話問題ですね。会話を文法に入れた、うん。まあ、というのも、我々がやっている早稲田語学塾の夏季講座、早慶英語200問組手の中でも会話問題を積極的に使ってあるので、まあ、あえてここに入れたんですけれども、結構その会話問題の対策っていうと、どうしても受験生たちは、こうなんか、口語表現を覚えなくちゃ、みたいなところで頑張るんですけれども、でもそれだけじゃなくて、例えば、早稲田の文学部や文化構想学部の大問4番の会話問題なんて、あれはもう結構文法的に見ると、品詞とかバラバラなんで、だからもう文法的観点で切るだけで、ここにこれらが入るはずがないみたいな感じで、一気に2つ3つぐらいまで絞れたりするわけなんですよね。なので会話もかなり文法的観点と非常にこう、まあ、密接につながりやすい分野ではあるっていうところなんですよね。会話問題に関しては森田先生、早慶英語、まあ今回もね、新しく収録とかね、いろいろあったと思うんですけど、昨年もね、いかがですか？そうですね、そもそも早稲田自体が論理的に考えられるかどうかを問うっていう問題を出したことがありますから、会話問題で、うん、なんで会話問題出すのっていう、はいはいはい、会話が出たことがありますから、早稲田でね、はい、だからそういうふうに論理的な思考力を問うてるんだよって言ってましたから。なるほど、はい、分かりました。そして最後6つ目に前置詞に関わる問題です ね、 厄介ね。これはね、あえてもう分野を分けました。前置詞だけじゃなくて、正確には前置詞副詞の合わせ技の問題とかあったりすると思うんですけれども、人家が出してくるやつね、人家が出してくるやつとかですね、はい、あとは早稲田法学部なんかもカッコでなんとかアウトとかさ、はい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 、ね、そういうところで入る動詞はどれでしょうとか、結構前置詞とか副詞と絡めた問題っていうのがよく出てくるんですけれども、これはもう早慶全体で言えることだったりすると思うんですよ、はい、なんなら長文中とかでも早稲田小学部なんか長文中で前置詞取るの大好きだったりするんで、うん、結構なんで前置詞副詞みたいなことと絡めた問題っていうのをあんなにこう早慶好きなのかなと思うんですけど、うん、森田先生的にはどのように思われますか？やっぱあれ出しときゃ差がつくからです。なるほどね。まあ確かに日本人にはない感覚ではありますよね。小粒一個にネイティブたちはこんなイメージを持つんだみたいな、うん、面白いといえば面白い世界観ではありますよね。やっぱあれを出しとけばできる人できない人の差がガンと、うん、って感じですね。ほど。まあ、前置詞副詞なんかのイメージ、そして、それを掴むべく皆さんはケーススタディとかをね、たくさんこう積むと思うんですよ。問題解いたり、過去問やったりしたりする中で。で、そんな中に、ふっとこう、熟語の単純な知識問題がポンって出されたりとかね、うん、そういった問題も出てきたりとかして、こう、そこにも瞬発力が反応できるかっていうかね、うん、そういったところもあったりするわけなんですよね。まあ、こういった、こう、全6種で、こう、早慶英語の入試問題を分けて考えて、で、練習しようとすると、自分の中で、足りてない分野はどこかな、あ、俺これ出るのにやってないやって思ったら、そこへの練習をやっていくことができるわけです、はい、うん、で、やはりこう早慶英語の文法問題ってなると、まあ、長文でしっかり稼いだのに文法で落としたらもったいないというところで、よっぽどの無茶な問題はね、別にしてなんですけれども、それなりに早慶英語合格する人であれば、ここら辺は差つけておきたいな、なんならもう満点目指したいなっていう、そんなことを可能にしてくれる講座があるって聞いたんですけど。あるんですか？お前の講座だ。
こちらね、先ほども申し上げましたけど、総計英語200問組手というものをやっております。これ出てるんですか？もうリリースされてる？あ、もうリリースされてます、ね。こちらね、実は募集段階では全5回というふうに候補してるんですけれども、またまたね、森田先生が悪乗りしまして、全6回になりました。この動画で初公開です、はいはいはい。そう。問題の数がさらに増えます。で、これは増えた理由としては、やはり昨今、総計英語がある程度変わってくるんですよね、入試の世界で、ね。特に早稲田なんですけれども、まあ、慶応もある程度毎年マイナーチェンジはあるものの、やっぱ早稲田が大幅に変わってきたりするっていうところがあるっていう、それに合わせたっていうところが第1点なのと、あと、第2点目に、今時は総計もある程度、併願も行ってみたらっていうところ、それを可能にすべく、まあ、一番併願しやすい、慶応商学部の充実度を上げましたっていう、はいはいところ、そうですね。これもあります。そして、さらに、早稲田の法学部や慶応法学部を受ける方、法学部ってね、やっぱちょっとこう医学部に少し似てるところがあって、法学部ラインで受けていく人っていうのは多いんですよね。うんうん、ってなった時に、中央大学法学部、はい、キャンパスがね、都心に移転になって人気も上がってっていう中で、結構あそこね、まあ、文法問題の量多いんですよ。あそこに対するアプローチもできるようになっておきたい。うんうんまあ、要は、早慶志望者が、そっからこう、まあ、下のことも考えたり、横のことも考えたりする。そのニーズに最も合わせた形で、問題の数や内容を構成すると、全6回になりました。そう。だから2校分変えてくれって言われたけど、中法と慶商の話したら、それ、そしたら追い出されちゃう部分がね、うんうん、その2校分、特に前置詞の部分が追い出されちゃうんで、いや、だったら、その2つをやって、で、プラスで前置詞の話とかが残って、たようにしたいからって言って一個をどかして二個を出すっていう形ですね。うん、あの森田先生とやっぱ関わってると時にねその普段冷めてる感じなのに時に情熱を出してくるわけですよ。だからね本気度がねこうなんか難しいんですよね。用意してた問題まだまだあったもん、ね。うん、それぐらい、そうそんな感じで一生懸命作ってみましたのでまあもう一度言いますけれどもこの総計英語文法200問組手は総計英語の文法パートにおいて満点を目指す、そんな講座です。ぜひね、皆さんお受けいただけたらと思います。めっちゃ真剣に作りました。まだはサンプル動画もね、出しますんで。なんで、はい、そちら見ていただいて、お決めいただければと思います。では、皆さんのご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。Thank you for my check.